条約が締結されたブロワ条。ブロア条約、または第4次ブロワ条約は1512年7月18日にナバラオフアン3世と女王カタリナ及びフランス王ルイ12世の間で締結された条約。条約によりナバラ王国とフランスは同盟を結びイングランド王国とその同盟国であるカスティーラ王国に対抗した。 ナバラ王国は15世紀中央より、アグラモンテス島とベアウモンテス島の間の内乱により、社会での対立が続いていた。両党は、ナバラの外交政策の面でも異なっていた。この対立により、フアン三世とカタリナは、フランスとカスティーリアとの関係の間でバランスを取ろうとしていた。カスティーリアにおいて、フェリペ一世が急死したことにより、カスティーリア政府は、 アラゴン王フェルナンド2世が孫カールロス1世の摂政として掌握した。この情勢の変化でフランスと関係の深いナバラ王家がフェルナンド2世とルイ12世の間の争いに巻き込まれる可能性が高まった。このような背景もあり、ナバラは用心深く中立を維持した。しかし、ルイ12世はナバラ王国をハンカスティーリアの共闘補として利用したく、彼は ガストン・ド・フォアのフォア・ハ領への相続権を政治的に利用してナバラに圧力をかけた。したがってナバラ王がルイ12世とブロワ条約を締結したことは中立政策を破棄しピレネー山脈の逆側にある領地がフランス王に奪われないようフランスとの同盟を選ぶことを意味した。条約の交渉はフェルナンド2世に知られた。イングランド軍がギップスコアから立って フランス南西部を攻撃する間、アルバコ・ファドリケ・アルバレス・デトレド率いる軍勢は、アラキル川に沿って、ナバラへ進攻、大した抵抗に合わずに短期間で、パンプローナを落とした。ローマ教皇ユリウス2世は、海直パストルイでカイレスティスを出し、フランス王と同盟したナバラ王を波紋に処したが、フェルナンド2世の軍勢の進軍より遅かったため、大きな影響は与えなかった。 ナバラオーフアン三世とカタリナは、海戦に挑むことなく、ピレニエ山脈の逆側にあるベアルニエと逃亡した。ありがとうございます。